JR 東海バス株式会社は、名古屋に本社を置き、東名高速道路を中心とした高速バス事業を展開する JR 東海グループのバス事業者である。東海旅客鉄道の完全子会社。本社は、愛知県名古屋市中川区小本山頂名103番地。ロゴは JR 各社共通マークのものを、オレンジ色二重線で表したものとなっている。民営改善は、 国鉄バスを参照。括弧内は共同運行会社以下の路線は、名古屋側の予約、発見、運行支援業務のみ行う。高速路線一般路線 JR 東海から、独立した当初は、瀬戸、岡崎、美野白町、中津川、東東海二俣新井町に各営業所があり、一般路線バスを運営していた。元々鉄道先行路線であるなど収支状況は、 極めて悪く、2000年以降順次廃止が進められてきた。2009年9月30日をもって、一般路線バス事業から全面撤退した。乗車カードかつては、上記の他に、東から遠藤海二股、新居町、岡崎、瀬戸、美野白町、中津川に、支店、営業所が存在した。2020年現在では、日野、三菱不装、 スカニアの三車製の車両を保有している。国鉄バス時代は中部地方自動車局時代から日産ディーゼルの車両が多く、国鉄専用形式も日産ディーゼル車は名古屋に集中配置されていた。また国鉄バス末期に民営化を視野に入れて導入したスーパーハイデッカーも日産ディーゼル車であり、一般路線から撤退まで、 ずっと一般路線車については日産ディーゼル車が多かった。日産ディーゼル製車足に仮装される車体は全車富士重工業製であり、西日本車体工業に集約後の日産ディーゼル車は導入されなかった。椅子図車の導入は民営化後は貸切車を除いて少数に止まっている。高速バス業務の拡大に伴い三菱不装車が増備され、 一般路線にも導入されたが、路線縮小に伴い、一般路線撤退前に、すでに一般路線車は全廃されていた。高速バス車両でも1999年以降は、日野車の比率が増加し、一時期日野が最大勢力となっていた時期もあった。2011年からは三菱不走エアロエースも導入されている。輸入車は、ボルボアステローペガ、 少数在籍したことがあるのみであったが、バリアフリー対応のエアロキングの置き換えとして、2019年度から2020年度に、スカニアインターシティ DD が6台導入される予定で、JR 東海バス公式インスタグラムやフェイスブックで、納車の様子などが紹介されている。2009年9月30日の一般路線全廃後、一般路線車は講述するように他社へ、 譲渡されたり廃車となっているが、2005年の愛、地球博開催時に万博薬佐駅から長くて、瀬戸領会場へのシャトルバス用車両として導入されたハイブリッドノンステップバスのみ、引き続き登録されている。この車両は、瀬戸市店廃止後に名古屋支店に転属し、愛知工業大学のスクールバス、薬佐駅愛知工業大学館として使用されている。 2009年9月30日までは名古屋ガイドウェイバスの運行にも携わっており、専用車の運転、整備を瀬戸支店が受託していた。高速車は車体側面にハイウェイバスのロゴが入れられているが、貸し切り車には東海バスのロゴが入れられている。国鉄バスの不満法則を使用していたが、2001年以降は番号の重複が発生する可能性が生じ。 年式記号が二桁になっている。マタスカニアインターシティ DD が納車される以前の唯一の輸入車であったボルボ・アステローペについては車体が富士重工業製であることから長らく使用されていなかった6を使用していた。また貸切車は車両の大きさを問わず車種を6としている。上記の法則により744から03991は リクライニングシート装備の高速車で三菱不創製製造年は XX3 年で冷房空気バネ装備の車両における91号車ということになる。なお2019年度末より導入されたスカニアインターシティ DD 以降の新車は車両称号のルールが変更されている。なお2001年まで行っていた特定輸送用の車両は 一般路線用を転用した車両を除きこの法則は適用されずメーカー記号と登録番号を記していた。例えば、日野社で名古屋22か752であった場合、7から752と表記していた。前日の通り、同社の一般路線バス事業からの撤退に伴い、余剰となった車両については他事業者に譲渡されて引き続き使用されている。譲渡先は、 JR、北海道バスのほか、北海道中央バス、茨城交通、北陸鉄道グループ、東農鉄道、北枝交通、関鉄グリーンバスなどの JR グループ以外の事業者にも譲渡されている。2010年には JR バス関東土浦支店に、日のブルーリボンシティハイブリッドノンステップバスを3台譲渡している。ありがとうございます。